ただいまより第67回調布市民文化祭開会式を始めさせていただきます。本日はお忙しい中ご列席いただきありがとうございます。私は本日司会を担当いたします文化祭実行委員の榎本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。調布市民文化祭は調布市教育委員会、すみません失礼します、公益財団法人調布市文化コミュニティ振興財団調布市文化協会の主催で行います。開会に際しまして調布市民文化祭実行委員長調布市文化協会会長大内輝夫よりご挨拶申し上げます。本日はお忙しい中第67回調布市民文化祭開会式に小林一幸調布市議会議長をはじめ多くの来賓の方にご列席いただきまして誠にありがとうございます。行動制限が緩和されてきておりますが、まだ先の見えないコロナ禍におきまして、実行委員や関係者の皆様のご協力を得まして、無事に開会式を迎えることができました。改めて心から感謝申し上げます。また、今年は3年ぶりに調布駅前広場において、文化フェスタを開催する予定でございます。調布駅前広場といいますとラグビーワールドカップ、2019日本大会があったのを記憶しております。外国の方に、調布市の文化を紹介、いたしました。言葉はなかなかうまく話せませんでしたが、文化は国を越えても人々をつなぐものだなと本当にその時は再認識をいたしました。今年も各会場で展覧展示発表通して皆様の作り上げた市民文化祭をお楽しみしていただければ幸いでございます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げまして、挨拶と返させていただきます。続きまして主催者を代表し調布市長長友義樹よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。調布市長の長友でございます。第67回調布市民文化祭開会式ご多忙の折これほど多くの皆様方にご列席いただきまして誠に心から感謝を申し上げるとともにここまでやっとたどり着く挙行できるようになった市民文化祭にさまざまなサポートをいただいたすべての関係者の皆様方に心から感謝を申し上げたいとそのように思うところでございます。皆様ご存知のように調布の文化芸術この香りを高らかに発信するためにこれから約1ヶ月間グリーンホール田作り調布駅前広場そして3つの公民館等を使ってですねさまざまな催しが繰り広げられるわけでございますけれどもこの火を消さないでよかったなと本当にそういう思いが痛切に、胸の中をよぎるわけでございます。今日も、イベントは違いますが今週末商工祭りでございますからそれを主催する方々とお話をさせていただいて本当に旗を上げていただいてありがとうございましたと感染に気をつけることに、苦慮しながらですねさまざまな制約を受けながらも
火を消さずに旗を下ろさずに実施できているということが、23万8000人の調布市民の皆様方にとってどれほど心強く、またその心のゆとりを感じていただけるかと、そのように思っております。差は去りながら、この2年猶予、2019年のラグビーワールドカップ、あれだけの興奮、延べ50万人の方が調布にお越しになった、あの閉幕が11月だったですよね、ご記憶だと思います。その翌月なんですよね、武漢で何か新型のウイルスが発見されたようだと、豪華客船の感染拡大であるとか PCR 検査、ワクチンをどうするか、酸素医療提供ステーションをと、本当に目まぐるしく、国民全員が翻弄されながらこの2年猶予を過ごしてきた中にありまして、この文化祭を開催できる意義は極めて大きいと私は思うところでございます。そして先ほども会長からお話がございましたように、文化フェスタ3年ぶりに開催させていただいて、屋外ステージの発表だとか実技体験、このようなものもですね、文化祭全体を盛り上げるのに大変大きな効果を発揮していただけるんだろうと楽しみにするところでございます。共に育む文化の芽吹き、そして豊かな芸術文化スポーツ活動を育むまちづくり宣言の中で、このようなイベントが挙行できるわけでございます。どうかこぞってこの1ヶ月の中でお楽しみいただき、また積極的に参加をいただきながら、調布の町のこの文化活動の今後をまた展望する一つの大きな契機としていただければ、これに優る幸せは主催者としてございません。これからも皆様方のご理解、それからご協力を心からお願いを申し上げまして、文化祭開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。本日は多数のご来賓の方にご列席いただいております。ご来賓を代表いたしまして、調布市議会議長小林一幸様よりご挨拶を頂戴いたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介をいただきました調布市議会議長の小林一幸でございます。今日は多くの市議会議員もご招待をいただいておりますが、市議会を代表いたしましてご挨拶をさせていただきます。本日は第67回調布市民文化祭の開会式にお招きをいただきまして、誠にありがとうございます。大勢の皆様のご参加のもと、このように盛大に開会式が開催されますことを心からお喜びを申し上げます。これからおよそ一月にわたる市民文化祭を開催できますのは、文化協会会長でもあります大内実行委員長さんをはじめ、実行委員会の皆様のご尽力のおかげでございます。また文化協会の皆様には、日頃から学習や文化活動に精力的に取り組んでおられ、文化芸術に対する熱意や情熱があるからこそ、この市民文化祭が一昨年からのコロナ禍でも形を変えるなどして工夫を凝らして中止することなく継続して開催されていますことに、改めまして敬意を表させていただきます。コロナ禍による経済の停滞や、またウクライナへの軍事侵攻などさまざまな不安の中で、この優れた文化や芸術がいかに私たちに潤いを与え勇気づけてくれるかを改めて感じているところでございます。今年は共に育む文化の芽吹きをテーマに、感染症対策を講じながら開催をされます各公民館での地域文化祭、また文化会館田作りやグリーンホールでの展覧
展示発表、また3年ぶりに、調布駅前広場で、行われる文化フェスタなど、多彩な、催しを、大変楽しみにしているところで、ございます。またこの後開催される、アトラクションのピアノトリオで送る、ふるさとの歌、平和への祈りを私もじっくりと鑑賞をさせていただきたいと思っているところであります。結びにあたりまして、参加をされた皆様のご健勝と、歴史あるこの調布市民文化祭がますます充実し発展しますことを記念をいたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございます。続きまして、ご登壇者のご紹介をさせていただきます。ご来賓の方からご紹介いたします。先ほどご挨拶を頂戴いたしました調布市議会議長小林一幸様、衆議院議員伊藤達也様、衆議院議員串渕真理様代理赤木義美様、参議都議会議員中島義雄様、なお参議院議員山添拓様、都議会議員尾崎大輔様、都議会議員林明宏様は本日ご欠席のご連絡をいただいております。次に主催者を紹介いたします。調布市民文化祭実行委員長、調布市文化協会会長大内輝夫、調布市長長友義樹、調布市副市長田中健、調布市教育委員会教育長大和田正春、公益財団法人調布市文化コミュニティ振興財団理事長荻本貞臣、はい、ま続きまして、客席中央のご来賓の方をご紹介させていただきます。調布市議会副議長丸田恵美様をはじめ、調布市議会議員の皆様、公益社団法人調布市体育協会、調布市商工会、調布市国際交流協会、公益社団法人調布青年会議所、公益財団法人調布市文化コミュニティ振興財団の皆様、調布市教育委員会教育委員及び社会教育委員の皆様、
調布市立小学校中学校の校長及び副校長の皆様、調布市公民館運営審議会の皆様、主催者として調布市民文化祭実行委員会役員及び会計監査でございます。式典も最後になりました。閉会の言葉を調布市民文化祭実行委員会副実行委員長、調布市文化協会副会長粕谷和子より申し上げます。皆さんこんばんは。今日はあいにくの雨でした。足元の悪い中をたくさんのご来賓の皆様、そして会場には多くの皆様にご参集いただきまして誠にありがとうございました。心から御礼申し上げます。さて、季節はこの開会式を待ってたかのように芸術の秋というような季節を迎えました。まさに我々にとって素晴らしいこの1ヶ月となります。コロナ禍ではございますが、一人でも多くの市民の方に足をお運びいただき、調布の文化に触れていただけると嬉しいなと思っている限りです。結びにあたりまして、調布の文化がますます発展できますように、そして活動している皆様のご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げ、閉式の言葉に返させていただきます。本日は誠にありがとうございました。以上をもちまして、第67回調布市民文化祭開会式を終了いたします。